それではまず最初にこちらから説明させていただきますね。よければどうぞ前の方まで、足元気をつけて前の方までお願いします。はい、まず目の前こちら見えますでしょうか。見えますね、池です。はい、こちらがまあ井森池です。見ての通り今綺麗な花が咲いてますが、皆さんこれこちら何だと思いますか。花、そうですね、花。レンコン、惜しい。水芭蕉、確かに水芭蕉も白い花ですが、こちらは水蓮になっております。ハスじゃないの。ハスじゃないんですね。とてもよく似ているんですけど、簡単な見分け方としては、こちら葉っぱの方を見ていただくと、こちら切れ込みがどっかしら必ず1箇所入っているのが分かりますかね。こちら切れ込みが入っているのが水蓮でして、切れ込みが入ってないのがハス、まあ、簡単な見分け方となっております。こちら水蓮なんですが、とても綺麗な花を咲かせていまして、すごくいい花のように見えるんですけど、こちら井森池には本来存在しない花、植物でありまして、外来種となっております。こちら井森池ビジターセンターの方でも駆除等をやっておりますが、なかなかうまくいかないようでして、また今年もこのように繁茂している状況となっております。はい、続きまして、本日あいにくの天気で見えませんが、本来ならあちらの方に妙高山見えます。モーさん皆さん妙高山は登ったことある方いらっしゃいますかね。皆さん、花